まあ、大塚誠さんが、進むが来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日はこの展覧会のオープニングに招きいただきました。ありがとうございます。これからですね、3曲か4曲ですね、30分弱、この楽器の紹介をしながらですね、演奏していきたいと思いますが、いつも言ってるんですけど、ここだけしか聴けない演奏をしますので、その都度聴いてください。
あると思うんですけど、あの大変ロマンティックなですね、ロミオとジュリエットの絵馬なんですけども、今日はね、ご覧になりました。いろいろとね、この楽器のことをあのちょっとだけの話だなと思ってるんですけど、ギリシャ神話の中でですね、牧神パン、牧場の神様パンがですね、この楽器を、首にぶら下げて吹いていたという話がギリシャ神話の中にありまして、でそれ以来、パンの笛とですね、呼ばれて今に至っております。で大変その、ギリシャはですね、神様の楽器でありまして、それから歌や踊りの楽器でありまして、それからね、いろんな曲の中で、ね、使われているという、大変表現力が今お聞きになった通りのね、多分木管楽器の中では私自身はね、一番世界で一番表現力のある、ね、木管楽器だと思いながらやっております。で次の曲なんですけども、いつもね、皆さんにお願いしてるんですけどね、私のやりたい曲を頑張って皆さんに、我慢して聴いてもらうということでですね、バッハの曲をね、お願いします。バッハの曲はね、よくもうずいぶん昔から一生懸命やっておりまして、で一見ね、バッハの時って皆さん堅苦しくてよく分からなくて難しくて、面倒くさいというふうに思われるかもしれませんが、実はですね、大変聞きようによっては官能的でですね、情念的で、その非常に感情豊かなですね、人なんですね。でそういう曲なんですね。でいろんな曲がありますけど、奥さん、古い奥さんと新しい奥さん2人いたんですけど、どちらにもね、10人くらい子供を産ませたという大変エネルギッシュなパワフルな、愛情豊かな人だったんで、そのようなつもりで聴いていただけるとですね、ちょっと違った音楽が聴けるんじゃないかなと思うんですよ。でなんとなく音がつながってくるんですけど、あの皆さんも若い頃のね、その情熱豊かな、その主人公お会いした時の頃とかね、その奥さんと会った頃 その非常に親密な出来事をですね、思い出しながら、聴いていただければと思います。できるだけエネルギッシュにですね、そういうところを表現して、もともとはチェロの曲で、チェロ組曲3番のプレリュード、でチェロというのはこういう楽器ですけど、これ男性が女性をですね、こうやってね、いい音で鳴らしながらですね、うまくやればうまくなってくれるというそんな楽器なんで、ちょっとかっこよくやってみます。チェロ組曲3番のプレリュード、thank you。
えてこなかったんですけどね、この曲を最後に一曲やりまして、お伝えしたいと思います。Thank you.
動が飛んでいきたい。